航空自衛隊のブルーインパルスが最終調整に入っています。開会式当日の飛行に向け、都心上空で五輪を描く訓練を行いました。午後1時前、埼玉県の入間基地から飛び立った6機のブルーインパルスは、東京都心の上空でオリンピックシンボルの五輪を描く訓練を行いました。今日の訓練では、1機あたり2万円ほどの白いスモークを使いましたが、開会式のあるあさっては、1機あたりおよそ150万円かかる青、黒、赤、緑、黄色の5色のスモークを使って飛行するということです。ブルーインパルスが都心上空で五輪を描くのは1964年の東京オリンピック以来57年ぶりです。